もうこれは来ます。帽子も使わせていただきます。多分あれじゃない、住所をさ、あのたくまくんの住所だったら多分みんなにさ、私結構さラジコンだからさ送り返せって言われるじゃん。それで多分送り返されると思ったんじゃない。多分そんな気がする。送り返せって言われるかもしんないから同じ住所にしたんじゃない。開けるじゃん。そしたらゆまりちゃんも恋愛するとか頭が閉めてた。小よくのアパート行ってチャイム30回以上鳴らしてきた。そうなんだ、なかなかのストーカーだね。私とどっちがストーカーかな。ゆまりちゃんも結構やっぱ配信者多いんだね、ストーカーがね。うん、帽子とか使うことでまた思い出したり病んだりしない。それはないかな。あのそれはない、ない。物は物だから。なんか手作りのとかさ、手紙とかだったらあれだけど、うん、今里ちゃんまあ若いね。言われうまいな、コラボしないの。いや私ね、ナビパしようって言ったんだけど、しないって断られた。ゆまるちゃん、でもまだ私、ゆまるちゃんってさ、たくまくんの悪口言うから嫌なんだよね。ちょっとそこに関してはちょっとまだ無理かな。ちょっと今ちょっと小栗旬にしか見えないから、たくまくんがね、怒っちゃいそう。あのディスられたら、うん、仲悪くないよ。たくまに作ってたコップどうしたの。それ渡したじゃん、うん、それ渡したよ。悪口はよくなし、かされる方もそうだよね。まあ何事も時間が解決するっしょ、うん、時間が。わかんないけど、ゆまるちゃんはね。ただやっぱ元彼をさ悪く言われたくないからね。まだあともう半年ぐらい待ってくれないと。あともう3ヶ月、あともう1ヶ月かな。あともう1ヶ月ぐらい経ったらじゃあ大丈夫かもしれない。小栗旬にそうかな、うん、悪口配信好きくない。まあいいんだよ。いやもうなんか踏ん切れたからさ、なんかここでね、まあ、繰り返しちゃうからね、どっちみち疲れちゃうっしょ、リスナーさんが。疲れちゃうじゃん。疲れさせたくない。まあ、当分彼氏はいいや。なんか、うん。今鍋パーしたくないって言ってる。
ちょっといいよ、ゆまりちゃんの話は。今たくまくんの話してたのに、うん、まあ大丈夫。まあ、今日はちょっと浸るな、浸っちゃうな今日は、うん、今日は浸っちゃうな。それはまゆちゃんの扱い次第ではないのかな。扱い、扱い次第。まあ無理かな、普通に考えて。だってね、自分なりに向き合ってたつもりだったから、まあ、価値観とかもう本当に合わないんだよ、合わなすぎるんだよ、合わなすぎる。いやもう好きとかないよ、好きとかないけど一瞬なんか思い出しちゃった。いや好きだったら私多分今行くもん、今から、うん、行くもん。でも行かないからね、服も脱いだし、あの引っ張るよまだこのネタ、けどもうないね。だから安心して、そういう展開はないからね。その展開はないから。ただもう普通に配信してんのにさ、もういちいち来るじゃん、たくまとどうせこうなってんだろうとかさ、勝手な推理で、まあ、推理するはいいんだけど勝手に切れてくんのやめてほしい。もうそういうのがうざい。割合とご近所さん、どういうこと？うん、まあでも別にね、ただ会わなかっただけでなんか辛い思いしたわけでもないしね。そうなんだよ、切れてくるんだよ、キモいよねあれ。寝室見せろとかさ、キモいなって思ってシカトしてたけど、なんでそこまで、なんか絶対に私のリスナーでもないやつのさラジコンなんなきゃいけないのって。そう、勝手な推理でさ、いやそういうやつ謝ってこないじゃん、謝ってこないんだよ、ごめんね疑ってとかもないしさ、そいつらのためになんかね説明するのもね、うん、普通、うん、ね、まあ、うん、天井見せ、あ、まあそれはねおもろいけどさ、切れてくるのはちょっとキモいよね。そういう人は浮気されがちが、浮気されがちタイプ多い。あ、疑う人はってこと？うん、まあまあこれはあと 1,2 ヶ月、まあしょうがないのかな、 1,2 ヶ月。よっさんに電話しよう。よっさんって今配信やってる？あ、やってないんだよっさん。よっさんとデートしよう。よち
くんとデートしていい？ねえ、ゆちくんデートしようって送っとくね。なんか好きなんだよ私よっさん、気分転換に。まあ眉大丈夫だ、もっと素敵な。私はマジでなんかね、ほんと強くなった、マジで強くなった。多分本当に配信やってなかったら今本当にあの31だけど、本当やっちゃうわインターホン鬼やっちゃうね。でもそれがもう治った。それ何言っても、でもさ別になんだろう、付き合ってたわけではないから、その時に恋愛感情があったわけでもないし、なんだろう、まあ、年下の男の子って見てたしね、別になんか騙したわけではないじゃん。実際そうだよ。配信してるとメンタル強くなる、強くなるっつうか、なんだろう、あとは寂しくないんじゃない、みんながいるから多少寂しくないのかもしれない、多分ね。自分眉の仲間が増えたからってのもあるかもしれない。酒飲んで被害妄想気味だね。そうかな、配信外多分今日一人で酒を飲む、一人で酒を飲んでるんじゃない、マユタファミリー。そうマユファムがいるから、それがでかいね。それがなかったらまあ追いかけてたかもしれない。こんなドラマみたいなことないじゃん普通、カンドラみたいな。ちなみに明日何時からだっけな、明日ジム行くんだよな、明日何時から配信しようかな。年下のとか言いすぎる、30はさ、まゆちゃんはやっぱ低いすぎる。いや男の30って若いよね。あ言っとくけど今日ブロックしたのはケンタって人だけね。でもお前ブロックしとこう。男の30って若いよね。女の30とは全然違うよね。あジムはね配信できないんじゃないかな、みんないるから。まあでも一応聞、まあでもまあ配信外で言ってくる。だキモいんだよね、なんかこういう揚げ足系の。これは間違いなくパンチじゃないじゃん。やっぱねブロックしなさすぎだなって思う。全然しないよね私ね。ちゃんと駆除しないとな、ちゃんともうちょっとちゃんとやんなきゃな。顔はおじさん中身は少年って感じ。いや別に見た目も少年だったけどね。私ほら300人ぐらい解放したからブロック多分、まあ、そこ、まあ、200人かな、
100、まあ、100人100何人ぐらいかな。そう、配信できたら長続きしないよ。うん、私ファンチなんで今3回ブロックされわかんない。そん時に聞いちゃうとかね、タイミングで、タイミング、私が今あ聞いてる聞いてるって思われた時にやっちゃうとしょ、危ないそれ。でもそんなしないけどね、うん、え、そうなの、あーちゃん、そうなんだ、うん、そう、聞いちゃってる時は聞いちゃうから、ファンチのコメントも、うん、あ、そうなんだ、うん、あー結構前だよね、495さん、もうねその時が終わった、結構前だよね、私がちょっとガリガリだった時じゃない、もう精神的に参ってたから何でも聞いちゃってたんだろうね多分、うん、最近はねそのないね、もうずっとかれこれ1年ぐらいないんじゃないかな、うん、早く帰りなよって、あ、犬がどうのってやつか、それはねムカつく、あの動物愛護系のやつでしょ、それムカついちゃうんだよね、ちゃんと犬はちゃんとやってるんだよって言ってても永遠に帰りなよって言われてた時があったんだよ、それはねムカつくんだよ、でも、うん、それはね、うん、酔っ払ってたから。423危ない、え、何423危ないいや、イエローですね、かわいそうで字が かわいいの方だったからこれはセーフです酔っ払うのも別にいいじゃん、酔っ払ってウェーイってやってもさ、その時は楽しんでたんじゃない、本人が、その時はまゆちゃんは楽しそうだったんじゃない、まあね、赤文字か、赤文字か、早いな今日も。まあでも最近はなんだろう、なんか酔ってもなんかそんなだよね、昔はほんと酔ったらさもうなんだろう、あれなんかこうもう最悪だったけどさ、最近ないんだよね、やっぱメンタルが安定してるから、福ちゃんが帰ってきてからやっぱ激減した、なんかメンタルが本当に良くなった、うん、ブロックが何違うかな、でもそれもさ、ブロックされたのを逆恨みしてね、なんかアンチ活動するのもさ、じゃあ最初から言わなきゃいいじゃんって思うけどね、一人暮らししてから相当まともになった、ね、福ちゃんが戻ってきてからかな、それまではね精神的に不安定だったもん、ずっと戻ってきてからなんかそっからマジで安定して良くなったなって思って、
なんか総理がさブチ切れてんだよね私に。なんでだろう、なんでだろう。で電話も全部しかとするわ私の。なんか雑談の中変なこと書いた。わかんない勝手にこのドサクサ紛れアンチコメス。本当だね本当だよね。わかんない。年明け肉持って帰ったから、いやその後ね連絡取ってんだけど、うん、まあなんかメンヘラな時期なんじゃない。メンヘラな時期、ああみんながいてよかった。みんながいなかったらストーカーしてた今頃。ストーカーしてた。私は前に進めるから大丈夫。冬は暗い時間なんかやめよう。ああそうかね。あの喧嘩してる人も多くないだから周り。喧嘩とか別れとかさ病気とかさね。あ匿名係長いらっしゃい。女女総理はね女女だよあいつ。じゃ花火師さんあのやっちゃってください。やっちゃってください。私は一人で飲むわ今日は。総理にストーカーを、私が総理をストーカーってこと？逆じゃなくて私がストーカー？それはないよ。それはないかな。それはないですね。じゃあ明日は宝くじを当てに行くか。年末ジャンボ見に行こうかな明日。もう2時か。もう2時なんだ。総理の好きなところは面白いところじゃない。波長が合うとかね。当たってるといいね。3万円だから年末ジャンボで。ちなみに私この抽選券で1万円当ててる。誰か抽選券持ってない？50万円当てたいんだけど。50万円、最後の第3回目最後の。いやもう結果出てるからもうあとは見せに行くだけ。年末ジャンボの明日か明後日かかな、どっちか。今日何曜日？火曜日か。楽しみだね。みんなで見に行こう。みんなで見に行こう。時間経つの早いね。4時間ってめちゃくちゃ早いわ今日も、うん、みんなでやろう。昼から走、ね、わかんない。明日がね、何時からのジムなのかわかんない。おかんが明日何時に来るのかわかんないんだよ。おかんと出かけてくる明日ね。あと確定申告もあるし、あと弁護士も会わなきゃいけないんだよ明日。今月ちょっとねバタバタしてる。うん。高額当選なくてまだこじの。あ、持ってったんだ誠司さんも。私も持ってこう。抽選券誰が当たったか分かんない。あ、リスナーさんが誰が当てたかは分かんないけど、それは分かんないけど当たりましたよっていうお知らせが来る。で1枚当てたけど今第2回が終わって当たんなかったね。
今回当たんなかった。もう挑戦権持ってないのかな。せいさんも持ってったんだね。せいさん確か20万だっけ、10万だっけ、いくらだったっけな。よいしょ、32万。それで当たんなかったの。10分の1だね。3万だったらマジか。あー、感想おつまゆでした。あ、もちゃんありがとう。もちゃんありがとうございます。あ、いてくれてたんだ、もちゃん。ありがとう。近々カラオケ行こうよ。今日は行けないけど。うん。ありがとう。あ、密だから？すごい。密で30万。あ、しーちゃんありがとう。一途だね。密だから。あー、ありがとう。抽選券20個もちゃん、すごいね。でも復縁するよ、あの人たちは。うん。あ、マリーちゃんもありがとう。ありがとうね。まあ、シェリさんはね、もう中絶しないでほしい。早くね、復縁しないと。私は復縁しないけど、私は一人で頑張ります。今日もありがとうございました。あっという間でしたね。ありがとうね、抽選券もありがとう。じゃあ皆さん、また明日とか、また今日か、また配信するんで来てね皆さん。またね。ありがとうございました。うん、バイバイ、おやすみなさい。